はい、なんかすみません本当に。あ、全然。うちのボスが本当に。飲んでたんです。すみません。すみません。ごめんなさい。ごめんなさい。すみません。すみません。本当ごめんなさい。すみません。すみません。やばいっすよ、マジで。え、時間どっちか間違えた、こっち、え、こっち、え、え、自分、自分、自分誰か間違えた時間、自分、自分、え、100、100、0、え、今日、え、今何時、今何時、今3時よ何時集合や、思ってんすか。ごめんなさい、すいません、本当にすいません、めっちゃ二日酔いで、8時に起きたんだ。いや、マジで本当ごめん、うん、もう謝ってし、ここまでやめよ、こんな話、こんな話、もうやめよ、いや、無理っすね、キートに出そう、もうやめよ、もうあんまり引きずってもらえないし、変な感じになるし、うん、これもう謝ったから、それぞれやめよ、謝ったすぐ問題じゃないんすよ、で、ロケしよう。お腹大きくなった、はい、すごい、臨月になりました。臨月、はい、え、いつ生まれるんですか、予定は。予定は、1週間後。え、そんなんで歩けるもんなんすね。はい、全然、めっちゃ元気で。あ、そんなにもんなんですか。気持ち悪いとかあるでしょ。逆に初期の方がしんどくて。あ、そうね、座りが、すごいすごい。いや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 、これね、ようよう思ったんですけど、神崎さんがね、うちの方で、まあ、事務員さんやってくださってるんですよ、はい、で、それでまあ普段事務所にいたでしょ、急に事務所がいなくなったでしょ、はい、それ、そういうことなんですよ、察してくださいよ。リモートリモート、察してくださいよ。すごい問い合わせ来ました、ラハさんとかやれたんですそんなブラックやったんですか。ブラックはリアル、ブラックはリアルやけど、なんかあったんかなと思われますもんね、はい、で僕も動画で言われへんから、いや、神崎さんリモートにしましたっていろんな社長さんにも言うんですけど、リモートにする理由ってなんなんって突っ込みにくい変な雰囲気なんのよ毎回、はい、これが理由です。はい、それ言えないですからね。これも発表するんですよね、じゃあ動画にするってことはいいんですよね。はい、生まれたら発表しようかな。あ、そっかそっか、じゃあ動画出すタイミングいつ、3月ぐらいか、3月、はい、後半じゃないですか。いやいやいや、え、これ、これやるでしょ、これ何でしたっけ、こんなもん、なんか譲るやつよね。はい、これつけてたらすごい見知らぬ人がいっぱい助けてくれるんですよ。お金とかくれるんですか。やばいでしょ、お金とかくれるんですか、これやばいでしょ。そういうのじゃないですか、心ですか。はい、心のケアをね、あ、ここで助けてくれる、なるほど、ね、ちょっと子供だから、いや、無理。じゃあ今日なんですけど、まあ、神崎さんがですね、まあ、もう妊娠して子供生まれるってことで、もう2週間後ってことで、子供生まれて必要なものあるでしょ、はい、それを、まあ、我々でプレゼントしようっていう、はい、お前の給料の方で行きましょう、さき吉さんに、そう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 、さき吉さんも子供できたから、俺の子供、いやいやいや、絶対あかんやつ見ましたよ、見ましたよ、隠し子の違うわ、違うわ。で、今日なんですけど、こちら撮影協力まだいただいてます。リドン、リドン、はい、合ってる、リドンで、リドンさんですね、リモンさんですね。これちょっとお客様も待機しますんで、あの中にね、0歳児から結構小学生ぐらいまでのおもちゃというか、そういう服とかアパレルとかいろいろ売ってるんで、で0歳児コーナーもあるんで、そこ見てもらったら、はい、そこで全部揃います、本当に。はい、行きましょう、行きましょう。家庭が来るところですよね。そうそう、六本木ヒルズですからね、うん、こういうのとか、これも子供用なんですか、うん、もう手帰り持って帰って、いや、俺らさ関西から、俺ら関西、いやいや、そう、いや関西が OK じゃないですよ。はい、ここがですね、あの0歳児コーナーなんですよ。ここで大体必要なもの全部売ってるんで、ここでちょっといろいろ見ていこうという、で今何も持ってないでしょ。いや、あの肌着とかだけ揃えて、肌着とかだけ、はいはい、ほぼ何もない。そうですね。あ、じゃあ必要やわ。いきなりやけどさ、はい、俺の時これなかったの。これ最近何なんですか。これだから子供が重くないんですよ、ここで腰でちょっと負担できるから。これこれこれ、あ、抱っこ紐の下に、これめっちゃいいっすよ、しんどくないんで、ここにここにこれにあると子供はここでその荷重を分散するから、はい、これめっちゃいいっすよ。これ多分あったもん。これ買おう。これ買おうっていうか、これ持って帰って、店員さんも全然、いやいやいや、これもね、あれなんですよ、ラフさんが遅刻するから、うん、店員さんがね、一人来れなくなったんですよ、うん、あ、そうなん、ほんまこの時間に来る予定やったっていうか、当初の撮影時間に一人休日やのにわざわざ出勤してくれてたんですけど、これ、うんうんうん、これ用に、うんうんうん、そいつどこ行った。帰ったっす。めっちゃ俺のせいやん、そんな、はい、あかんやん、はい、楽しい、ベビーカーこれもいるね、
いろいろ見ていかなパーマだから本当に0歳児から難しいですよ。何が必要かとかと0歳児って結構すぐ大きくなるんですよね。そうですね。だから服とかは本当に友達とかで回していかないと、お金あったらいいけど、まあね、あんまり気合入りで例えばグッチとかでも子供服あるじゃないですか、はい、買ったらすぐに着れなくなるんで、はい、すぐ着れなくなるんですね。本当に酒臭い俺。でも酒臭いですね。めちゃめちゃ酒臭い。え、てか、まあ、でも普段飲んでへんから逆にいいんちゃう。ちょっと匂いぐらい。いや全然いやダメでしょ。この匂いが。港区の匂い。いやしゃあない。昨日呼び出されたもん。夜中の12時に。しゃあないやん。ワンチャンこうなるよ、ね。まあ。です。絶対ビシッということでリアルに必要なもの買っていこう、いろいろ、はい、あてか本当に必要なものと、はい、別に必要じゃないものの違いもあんま分かってなくて、あでもね、その あれば全部あった方がいいですよ。それはそうなんです、ね、でまずベビーカーいるでしょ。ベビーカーもなんか難しいですよ。 A 型とか B 型とか俺それ知らないんです。それ店員さんに聞こう。それ分からないんですか。店員さんすいません、ベビーカーに A 型 B 型あるんですか。ありますこれ何型ですか。 A 型B ってなんですか。ちなみに大きくなってから、 5、6ヶ月ぐらいから B 型に切り替え。え、B と A の良さは何なんですか。1歳 A 型はもう生まれてすぐ使える。生まれてすぐ、はい。 B 型もちょっとなんか比較的コンパクトだったり撮影が簡単だったりする。ああ、そうなんですね。ちょっとヘラヘラするのやめてもらっていいですか。失礼、もうねえよ、ほんまに。ちょっとやめ伝わって変な感じになってる、伝わって変な感じになってる、変な感じになってる。あ、なるほど、そういうことですね。わかりました、A と B が。だからもうこれ、これ買おうよってね。これですこれだって、分かってるんですか。機能性とかちょっと見た方がいい。ああ、大丈夫、一番高そうだから、これ一番高いとかって。ちゃんと見た方がいいんじゃないですか。いや、あのね、僕よくわかんないですけど、タイヤ大きいやつがいいっていうふうに思ってて、ちっちゃいやつはやめた方がいいです。まあ、ちっちゃいやつないですけど、まあ、こういうのは、まあ、全然悪くないですけど、大きな石乗り越えれないでしょ。あー、なるほど。そう、大きな石乗り越えるためにこういうのがあった方が多分俺はいいと思う。これは新生児から使えるこれ新生児から使えるやつ。そう、はい、これそう。これもうちょっと寝えへんのこれ。え、これもうちょっとね。あ、寝る。そういう感じなんや。寝る。そういう感じ。はいはいはい、これね。ここね。これええやん。これめいいんちゃう、これな。めちゃめちゃいいです。これいいんちゃう、わかんないですか。この角度はね、首がしんどいから、これ寝かしてあげなきゃ、これ。そう。すごい。あ、これがいい、これがいいよ。寝かしてあげた方がいいよ、これやったら。で、ここ多分これ、締めれるんで、変わってるよ。そういうことね。朝切って、急いでて。リビングにバタフライナイフだけあった。分からへんけど、風邪が出したらしいけど、みんな食べに行ったらしい。あ、すごい、うん、これね、これあった方がいいよ。やっぱすごいですね、こうベビーカーの使い方とかも上手。いや、だってもうやっ持ってましたからね。これブレーキね、もしもし見て、すごいな、すごい、これいいんじゃん、うん、ブレーキかかってるし、ちゃんとこういうことじゃなかった。え、なんかすごいですね、私が寝るタイプ、ね、こうやって寝かせるんや。え、一人っすよね、だから。はい、一人っすよね。あ、でここ荷物置けて、これ絶対いるね、これ絶対いる。色選べるやん。あ、男の子だと分かってます。一応男の子で。あ、男の子やったら、まあそう、男の子の色がいいよね。こういうそれとかね、まあこっちっすよね。ここにね、かけるやつあったから、かけるやつ。あ、ドリンクとか。はい、これ何やろ、これ何やろ。あ、ストッパーか。あ、これヒートバンでもこれで自動ストッパー。なるほどね、めっちゃいいやこれ。今のやついいね、うん、これストッパーやって、こうやって。えー、すごっ、これめっちゃいいやん。これなかったぞ、これ。これいくらするんやろ。店員さん、じゃあこれください。 A 型も高いんですよね。あ、そうなんすか。 B 型安いんですか。 B 型が安いみたいな。 B 型倉庫にある。A でしょ。 A でいこう。これこのかけるやついるよ、これかけるやつ。ここに売ってないですか、かけるやつ。服見ます。これ色を選ばんとかね、色は。フックね、あったほうがいいんですよ。これ絶対いる。これカバンとかかけるんですか。そう、これ絶対いるっすね。これないとほんまにあかん。これは、まあ、仮にじゃあこの色やったとして、持つとこに、はい、持つとこに。こういう感じか。これもあったほうがいいんちゃう。あ、これあったほうがいいっすね、マジで。ちょっとこれやってみよう。すごい、パパや。これはつけるの。ブレーキのこともあるしな、でもこういうことか。なんかついてませんでした。これ左についてるんですけど、ここにあった方が楽かもしれないですけどね。それはそれで、あ、これの方が楽っちゃ楽っすよ。こ
やった方がいいな、絶対。ああ、これめっちゃ楽っす、あったら。あ、これめっちゃ楽。ほんで、これ、ここに。これね、気をつけるためなのは、これでね、ここにかけるじゃないですか。で、まあ、スーパーと買い物して、重たいものを入れるとね、こうなる可能性あるんで。そこだけ気をつけなかった。これほんまにあんのよ。これあれあれやな。なんか、こうなっちゃうな。こうなって。いやー、ほら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 。変な感じになったよ。今日ずっと変な感じ。もう終わっていい、ロケ。もう死んだ俺、ほんまに死んだ。あかんっすよ、マジで。じゃこれね、これでとりあえず蹴ってね、これ蹴ってね、ここにだから入れていこう、買うもの、はい、入れていこう。何が必要ですか。あとはね、あれですよ、定番のやつは首、これね、これいるっすよ。生まれてすぐは首の形がなんか寝かしてたら絶壁になるから、はい、はいはいはい、ちょこちょこ買いな感じね、動かして。これいるっすよ。あ、これ買いました。買った。はい、これ多分今日このロケあんのに買った。さっき串さんとの動画見て絶壁になるから買った方がいいっていうのを見て、はい、すぐ注文したんですよ。あ、そうなんですね。これあった方がいいっすよね。買いました、買いました。なるほどね、これも絶対必要やから。これとあと何いるんやろ。これなんかね、名前を入れれるみたいなんですよ。すごい。で、1時間ぐらいあればもう出来上がるみたいな。名前、はい、なんで。これいいね、男の子だから。だからブルーですよね。これってことか。これにできるってことね。名前書いてる。あ、ちなみに名前決まったんですか。決まってないんですよ。どうやって決めるんですか。確かに、どうやって決める。俺は、まあ名前公表してないですけど、はいはい、これ P ですけど、僕の取りました。あー、どっち。ちょっと二つ目の名前なんですよ。そうなんですよ。まあ、2人、僕2人なんで、同時に2人なんで、はい、じゃあママは1人決めて、男の子は僕が決めるっていう。どこもそうなんですかね。なんか男の子はパパが決めるみたいな。どうなん、自覚とかみんな気にするけどね。自覚気にしますか、ね、いや、その時は何も気にしないですね。なんか自覚のこと分かってないですね。みんな気にするって言うんですけど、まあ、統計学なんでね。でもなんか難しすぎる名前って微妙じゃない。読みにくくない、将来、まあ、なんて読むの、ね、っていうくだりに毎回なるやん、はい、ね、書ける感じがいいですよね。そうですね、僕も未だに名前間違えられるんで。まあ武士やからな。そうですね、まあ、名前見とると分かるもん。農民でしょ、うん、武士の家系やから農民でしょ。あ、これ名前入れるんや、なるほどね。すごい。これは違う、これは違う、ポンチョみたいなやつや。これか、このセットね。これだから、これ買いましょうよ。これの、ブルーを買いましょうよ。フルセットやから。マスタードフルセット、これ、これのブルー。なんかすぐ大きくなりそう。まあ、ね、まあでもこれ難しいのかな。もうその時って、今その時しかないからね。確かに贅沢したいし、贅沢というか、いろいろやりたいしね。はい、確かに。新生児って1ヶ月しかないって初めて知って。あ、そうなんすか。知らないですよ。あ、そうなんすよ。そうみたいです。1ヶ月しかない。1ヶ月みたいです、新生児の時って。1ヶ月が新生児って言われるんですか。そうです。あ、そうなの。その1ヶ月にしかできへんことがあるから。まあ確かに、そうですね。こんなんとかめっちゃ可愛いやん。可愛い。いや、だからこれは名前だからいるよ。でも名前決まってへん問題、まあでもそれはパパとね、はい、決めてもらわないと。確かに。分からん、手相とかも何でもそうやけど、統計学やからね、占いとかも全部ね、はい、その手相の人が統計的にこういう風だったっていうデータがあるだけの話やから、別に その名前にしたらいい、よくなるわけじゃないもんね。うん、確かにそうですね。だよね。難しいですね。そこはもう僕らが立ち入ることもできないことですから。あとはだからベッドやけど、ここなにこれベッドにするか、その仕切りにするかですよね。あ、ラハさんがアドバイスくれましたよね。こうプレイマット引いて、はいはい、仕切りにする、ジムにあるようなね、マットを。そっちの方が広く使える感じはするけどね。私もそっち、これこの場所ってどうもね、あと長く使えるじゃないですか、仕切りの方が。あ、そうですね。で、片付けれるんで、コンパクトにパパッと折り曲げて、うん、そうですよね。そうそう、つかまり立ちの知らす、生後5ヶ月ぐらいからもベビーベッド危ないみたいな情報もネットで出てきて、はい、確かに高さ調整できるんじゃんかな。確かにこれちょっと浅いんですね。これはこれでいいねんけど、好みですよね、これに関しては。こういうので寝かせようかなとかも思ってたり。あー、何、そうなんですね。仕切りはあるっすね。あ、そうです、そうです、仕切り。確かこれ前購入されてました。あ、そうなんや。これかってあった方がいい。これがだから本当はベビーカーになるやつがあるのかな、直接な。あ、そうですね、これのやつがあるんですよね。あ、そうなんですか。取れるし、チャイルドシートもできるしみたいなのあったりするよな。はい、なんかね、どうやって持つ？これ持つとこなんですか？あ、違うの？これはなんかベリーじゃない？これはこれなんや。これはあった方がいいな。はい。これでもどういうこと？これはこう取って、あ、おむつ替えるときにこうダメやから、こうやって、そういうことか。普段はこうか。
持ち方持ち方も、うん、でこれは頭いいですね。かわいい。かわいい、怖くないですか。怖くないですか。これ、ね、見たのホラー映画、こんなんでネットフリックスこんなん出てきとったぞこれこれだから色、これ買いましょう、これ買いましょう、色選べるから。へー、すごい男の子なんだな。男の子なんですよ。これ大事っすよね、こういう色、色味って大事よね。汚れちゃうんですかね。え、これはすごい、これいいやん。どうなんやろ、どっちがいいんやろ。これ積んだて、これ積んだて、はい、これは何、これもでも寝かせたやつか。まあ、何個もないとあれよ、本当にすぐ汚れるからね。これこういうのこれで、これまだちっちゃい、もっと大きいのいるよ。そうなんすか。違う、一人やもんね。そっか、一人か。マザーズバッグってやつですか。うん、もっと大きいやついるよ。もうずっと常にベビーカーのところにかけてるわ、ママ。ずっとかけてるわ。おむつとかご飯とかタオルとか、うん、いろいろ入れてるな。これやと足りひん、どうなの、でもママはもうめっちゃ大きいやつ、こんなん、すごいな、全世界のママって。確かに、まあ、でもこれいるんちゃう、これエコバッグとまた違う。あ、でもちょっと中がちょっといい感じで仕切りになって、これいるんちゃう。うん、まあ、あとはベタですけど、あ、これ、まずは僕はこれ派じゃなくて、机にね、ガチャンってかけるやつ買ったんですよ、僕。あ、はい、ガチャンってかけるやつ、はいはい、どの机にも合うみたいなやつ、僕はそれにしましたね。あのがあれなんですか、こうそっちのが安全とか。いや、そういうんじゃないですけど、なんか邪魔やったの、シンプルに。僕はそれですね、ガチャンってかけて、ここでこう、なんか宙に浮いてるみたいなやつね、はい、そこで座れる、はいはいはい、かもこっちかね、これもう好みやね。確かに、座ってくれるかどうかも分かんないです。まあまあね、これはもう腰も座ってから、生後半年ぐらい。そうですよね。離乳食とか、離乳食とか、いや、これよく使ってたら、これやっぱ使えないやつおる。自分やこれは頭で、これはあれか、冬のやつか、もう春ですもんね、いらないですね。何これ、抱っこひもの上からインターカバー、へー、かわいい、冬生まれのカバー。かわいい。でも、まあ、とりあえずこれあった方がいいんじゃない、とりあえずそうですね、それは、うん、これはあった方がいいんじゃない。これは絶対いるよ、これめっちゃ良かったね。ほんまに重いから、子供これと、だからセット、このすいません、このセットってあるんですか、この。あ、はい、これセットで買ってもらえれば、これだけのパーツがあるので使えます。あ、これ積んでるやつ、これこちらのやつ、違うやつ、違うやつ、置いとくな、ここに。あ、じゃあ、こっちも、はい、ありがとうございます。これね、はい、ありがとうございます。これまた色を選んで、はい、これあったほう、これあったほう。すごい、なんか妊娠報告したときに、ラファさんすぐベビーカーとか全部送るんで、はい、いや、そんなん言いましたっけ、僕、酔っ払った、酔っ払ったんちゃう、じゃあ、言いましたっけ、そんな。酔っ払ってないときないやん、だとしたら。酔っ払ってないときないですね。なんか時間が湧いてくる。え、なんか時間が湧いてくるって。実感が。あ、時間、あ、はい、何かなと思った。やっぱり。湧いてくる。実感がです、ね。実感ね。はい。これほんまこれあるとないとほんまに違う。俺ほんまなかったのこれ。へえ。これ単品でも使えるところですよね。くっつけることも。いや、くっつけてっすよね。だからここと。これ何？これあった方がいいんじゃん。これどうぞ。全部セットでなってるんですか？あ、セットでついてるんや。確か。あ、ついてるんや。いいよ、これ絶対、すごい、これいるよ、これいるよ、全然違う、色味こっちの方が可愛いやん、さっきのやつより。ですね、なあ、こっちにしたら、ハンドさんって言わないで本当に変な雰囲気出てるやん、いや、ほんまに何か言うとにシーンってするんですよ、本当に誰がしてんの、それ誰がしてんの、ラファさんっすよ。おもろいな、これ買い物面白いっすね、こういうの。うわー、すごい、これおもろいわ、ほんまに。あ、これ見て、めっちゃ可愛いやん、これ。うわ、男の子、あれ女の子やったらこれめっちゃ可愛いやん。確かに、これ可愛いな。男の子でも可愛いんじゃないですか、でも。まあ、別にありっちゃありやけどな、うん、小さい時は、うん、何でもありやもんな、うん、食器みたいなやつはこれも買った方がいいんじゃないの。食器っていつぐらいから使うんですか。あ、離乳食始まる。離乳食っていつまでやったっけっていうか、いや、僕はちょっと分かんないです、ね、そうか、じゃあまだ先か、だいぶ先か。なんかの子供のおもちゃみたいなのあってもいいよね。確かに、その音鳴るやつとか、おもちゃはあった方がいいんじゃない、うん、おもちゃはなんかその音鳴るやつとか、こういうこと、こういうのあった方がいいんじゃないかな、うん、分からんけど、木やし、舐めても大丈夫だ、これ。そんなの考えられる、うん、口の中に入れちゃう、よくあったんですよ、一時期問題だったな、磁石のやつな、
あー、メーカーが入ってないけどね、飲み込んじゃって、いや、そう、問題になってるし、な、口に入るものはやっぱあかんよ。だからこんなんワンチャンだよ、これ下手したワンチャン。あー、飲むもん。怖い怖い怖い。確かに、うん、指みたいになっちゃったら飲むもん、これ。え、なってます、指みたいになっちゃったら丸くしてるからさ、顎外して、ね、やばいやん。そんな赤ちゃんどこにおるんですか。これ、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 どっちがいいかな。これ音のやつもこんなの頭いいんじゃん、こういう、こういうのすごい、これは頭いいんじゃん。頭がいいんちゃうって。頭いいっすよ、こういうのばっかり。ほんとにほんとにほんとに音、音のやつ、はい、まあ、頭いいよ、これ、これか、これか、うん、赤ちゃんって音に反応するんですか。目見えてないって言いますよね、最初ちっちゃい時。そうなんすか。うん、蛇、やっぱ蛇と一緒でさ。何でも蛇に例えね。俺蛇に引っ張られてるわ、ごめん。音見、あ、目見えてへんからさ、ね、そうそう、やっぱ音が大事っすよ。これはまだか、まだ、まあ、あってもいいねんけど、なんでも、うん、ここがでも、新生児エリアって言われたんで、これ買ったら、ね、これ五感、五三、ファンタジーメイドボックス、オンライン入食付き、何これ、これ何、これ売ってんの、あ、レシピ、あ、申し込み長いとか、何これ、何千円って、何これ、え、何なんこれ、これ買ったら、分からんけど高いからいいみたいな。ほんまに、関西人やな。これ買ったら、これ変ちゃう。いいね。分からん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 、買っといたら。あとなんかその可愛いもの、今音オッケーやん、はい、ある程度も揃ったやんか、可愛いもの、だからこういうこと、こういうのとか、そう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 、こういうのとか、あー、あ、人形、人形、あ、ああいうの、ああいうのよ、あ、あ、いいんじゃないですか。え、すごい、これちゃう、キリンさん、いやいや、鳴らし方よ。鳴らし方よ。これいいんちゃう。あ、そういうのいいっすね。これ絶対やったほうがいいって、これめっちゃ可愛いやん。うん、可愛い。そうなんだ。楽しいんやろ。ぶっちゃけね、ぶっちゃけね。ぶっちゃけね。おお、どういけん、どういけん。誰が作った。誰が作った。楽しい。もう。赤ちゃんって可愛いですよね。こういうのが楽しい。楽しい、そうです、楽しい。そうなんですよ。はい、あー、これやったほうがいいよ。これ絶対いるよ。これ、これやったほうがいいよ。へぇ、こういうの、こういうの、絶対あったほうがいいです。こういうの、あったほうがいいです、こういうの。マジでもいいですよ。なんで、なんでなんすか。で、もうその音とかなって、そのごまかされるんよ。あ、泣いた時とか、ね、もうずっと泣くから。あー、まあ、普通の家庭やからね、夜泣きとかってなって、夜中起こされて大変だね。大変ですよね、夜泣き。あー、それあった方がいいかも。あー、あってもいいんじゃないこれ。あ、光ってる。あり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 、これ珍しいね、この商品の売り方。これ引っ張ったら瞬間電池つくんよ。そうなんすか。そうや、珍しいね。へー、これあった方がいいんじゃない。これ買う。いいね。何でも買い替えよ。うん、すごい。これわかんない、どうしたっけ。これ、これ絶対いる、頭いい。ヤマさんってほんまに子供にだけ優しいですよね。ほんとにね、言い方悪いな、言い方悪いな、何や。ほんとに何や、子供に、ね、何がわかんない、それの。お前ら子供にも優しくできへんやろ、お前ら一般人は。こんなブラック企業やの。何がやねん、お前ら子供にも優しくねえ、こんにちは。ほんまに子供に優しい。ほんとにね、子供にも優しいでしょうよ。すごい、うん、ペンダゴン、ペンダゴングラフだったら、はい、社員とかゼロやけど、はい、子供だけ、子供がペンダゴングラフで極端やな。それにスキル振って、振ってるんですか。振ってる、それ、それしゃあないよ。まあまあ、まあ、何の価値があんねん、お前らに。働けよ、子供は将来のね、日本の宝ですから。あ、そうですよね、そうです。子供にどんどん投資しないと何が意味あるの、じじとかばに投資して何の意味あるのか。なんかもう、はい、もうすいません、変なこと言ってます。4歳、5歳、公園で前あったんです。あ、そうなんですか。可愛らしいね、覚えてるんや。まあ、とりあえず買ってこう、音ね、音とおもちゃ、はい、で、こういうごまかすやつ、色いんだ、こういうで、電子がちょっとわからんけど、絶対こんな持ち歩かなかん、ずっと。もうずっと持ち歩くよ、こんなん、ほんまに、これとか。だからそのバッグはこれのパリヒンって話。あ、なるほど。ずっと持ち歩くよ。なるほど。もうなくなくなく、めちゃくちゃなくも、普通の、やっぱ一般の子供はね。いや、あれでも泣くでしょ。いや、うちの子供は泣く。本当に申し訳ないけど。だって持ってたって言ってたやん、だって。これでめっちゃ可愛い。まあ、可愛い。これ可愛い。こんなん背負ってたら可愛い。これ可愛いですね。パパの真似して背負いたくなるんだからね。これ可愛いな、これ欲しいな。歩けるようになってからか。
速い子でどうやら半年10ヶ月歩くっていうのかな、そうですよね、はい、そうなんです、まあ、普通だと1年とかかかるんですか、はい、わかんないですよ、そのタイミングでまたこれをね今買っても追っかけないとやから生えないでしょそんなもん、あと中野さん気になるやつないの、逆にね、ぬいぐるみとかじゃない、もうママに俺も任してるからな、だいぶ本当に何いるか、あ、店員さん来たもんね、これあった方がいいシリーズ、確かに、すいません、なんかこれあった方がいいっていうシリーズあります、これ意外とこれあったらめっちゃ楽よみたいなのあります、例えばそのベビーカーでいうところのこのフック買ったんですよ、あ、絶対あった方がいいじゃないですか、はい、みたいな感じの、意外とこれいるよみたいな、あります、洋服とかもあれなんですよね、終わって、はい、1歳とか、そうですね、揃えました、でもここの部屋なんですよね、おしゃぶりとかの、おしゃぶり、あ、そっちもいいんですか、え、おしゃぶりとかですか、おしゃぶり、内部的には2つあるんですけど、ね、はい、ゼロヶ月から6ヶ月、あ、0ヶ月から6ヶ月、あ、そう、あるんや、へー、なんかベビーカーにこう、おもちゃつけるホルダーとか、ベビーカーにおもちゃつけるホルダー、もう何かあった方がいいんか、これ、何かを引っ掛けるんですか、引っ掛ける、多分これ、こういうのあった方がいいぞ、便利グッズ、便利グッズですね、これ、多分あった方がいい、これあった方がよくて、おしゃぶりっているんや、いるか、おしゃぶりって、え、ゼロサイズか、一応あった方が、あんまりおしゃぶりさせるとよくないっていうもんね、あ、そうなんですか、歯が出てくるっていうね、これやってると、あ、そうなんですね、じゃあおしゃぶりさせへんの、やっぱりその1歳ぐらいまでしか、あ、そうなんですね、最終手段って言うんですかね、そう基本はね、これデフォルトにしちゃうと、あの、歯並びが悪くなるよね、これあった方がいいね、かわいいね、これは水筒みたいなのあるの、あ、こっちか、これはあー、何これ麦茶とかなんですかね、離乳食器、これ何、すごい、めっちゃ便利なんじゃん、これ、うわー、すごすごっ、これいいね、すごい工夫されてる、ここ見て、なんか知らんけど何やろこれ、固形物をここでなんか処理してくれんの、そうじゃないですか、めっちゃ細かい作り方、ここ真ん中空いてるし、作り方めっちゃ細かいよ、これすごいな、これあと、ここなんか混ぜるやつか、あったほうがいいんじゃん、これマジで、男の子やから6ヶ月からか、まあ買っといたら、でも一応本当にいいんですか、一応買っといたら分からへんから、これ何やろ、一緒、あ、バギーフックってことです、あ、これあった方がいいかも、挟むやつね、子供はね気づかんうちにほんまに靴落とすんで、もう何個靴落としたこれだもん、あ、そうなんですか、肩もなくなっちゃってる、そう、全然抱っこしてる間に靴なくすんじゃない、で靴脱ぎたがんねん、なんか知らんけど、あ、そうなんですか、そう、脱ぎたがるから脱いだ時に置く場所がないねん、ワンチャンこれあってもいいかも、ワンチャン色揃えた方がいいか、これワンチャンあった方がいいかな、これな、うん、なかったぞ俺にとって、これ何、音系でしょうね、あー、水入れてこれが水筒みたいになってるの、ちょっと、あ、おしゃぶりの進化版みたいなやつだな、これほら、ここに水かなんか入れれるってことでしょ、そういうことじゃない、これおしゃぶりの進化版みたいな、確かに、これなんすか、カリカリするやつだ、へあれか、あの、アクポン漫画のガローデンだったやつか、あの、空手の師匠とな、あの、食事してる時に急にあの、ワインのコルクをはみ出して鍛えてるんだよ、この場におる中で分かってるのラバさんだけっすよ、その例え、その場であった方がいい、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 さっき吉さんもこれ使ってたけど、え、そうなの、確かそうです、同じやつ、はい、新しい方なんだ、何が、ちょっといいすごいやつ、いや多分これはメーカーなんで多分ちゃうっすよ、ここが多分仕入れてるだけなんで、ああ、まあな、はい、これが定番なんでしょうね、まあそういうことですね、はい、まあ、ちょっと子供はあれやけど、ちょっと子供だから、いやほんまに俺で悪く映るように映すなよ、わざとやん、わざとじゃないよ、わざとで、悪く映るように映すなよマネージャーとそのちゃんとせえよタレントの管理どうすんの、炎上したら炎上せえへんじゃないですか、もうタレントやぞ俺ら、まあ、お前らなんか普段会えへんぞ、お前らは普段、はいはい、会話できへんからな、お前らなんか、はい、関係はすんな、ちゃんと色に映るようにやっとけよな、ママさんパパさん見てんねんから、これほんまに、まだイメージ悪なるぞ、いや、もともと悪いみたいな、あれっすよ、これね、はい、すごい、パンパンな感じ、うん、ですね、な感じか、今日一気に揃っちゃう、確かに、あれ、お客さんこれ持ってる、哺乳瓶ですか、はい、哺乳瓶は買ってないです、買ってない、哺乳瓶って、これ手伝ったら、あ、あ、ありがとう、これすごい、ね、すごい形やな、これ、うん、すごいですね、一旦これか、男の子やから、これいるわ、ありがとうございます、これ、一旦か
それか、これいるよ、鬼指いるよ。あ、そんなもん。でもなんか、あれやね、昔からあるものは変われへんけど、はい、ちょっとした細かいところが進化してるよね。鬼指のこの先っぽとかね。確かに。さっきの水筒とかもそうやけど、はい、ちょっとずつ進化してるよ。すごいな。すごいっすよね。絶対でもこういうのが大人です。すごい。絶対いるいる。これいる。これやった方がいいよ。ほんとここ全部入ってるから。これマジやった方がいい。いや、あのね、子供って飽きるんですよ。確かに。マジで飽きるんですよ、子供って。ほんまに飽きるの、子供。そんなに。へぇ。飽きる。もう、これでごまかして、これが通用せえへんがあったら、次またこれでごまかして。あ、なるほど。通用せえへんがあったらまた他の。ほんまにそれなんですよ。一個あればいいんかなって。いやいや、ダメですよ。あの基本は、なんか、ママと同じものがあればいいっていうね。あ、確かに。そうそうそう、おもちゃじゃなくていいらしいですね。同じのが2個ずつないとダメらしいです。本当はもっと言うと、まあ、これでいいか。あとはすごい量。いやいや、あとは全然このカラマンみたいなの大丈夫です。はい、ちゃんとあれやん。もうどう盗むんですか、このでかいの。大丈夫、重さが走る。無理よ、そんな。ガチガチじゃないって。まだダサいな。これ買おう、これ買おう。無限ゲーしよう。いいなこれ。これちょっと見ますか、あの赤ちゃんがお母さんの子宮の中にいる状態をイメージして作られたベッドです。あ、そうなんすか。すごい。これだから色選ばんダメですね。子宮イメージするんだ。子宮の中をイメージしてるみたいな。だから白もいいね。そうですよね。子宮の中の色が分からへんもんな。うん、赤のイメージやけど、なんか薄い赤のイメージ。そうですね。高さで立ち合いとかしたんですか。僕は仕事はやったんでしてないですね。できるサラリーマンって仕事優先するじゃないですか。おばあちゃん死んだ時もやっぱり2日遅れて行きました。この時代に言わない方がいいですよ。そっかそっか。ごめんごめんごめんな。うん、お前らにお前らのメッセージやからそれ、うん、そんなん休ませんって、うちの会社、うん、絶対休ませんって。生まれて何日くらいだったの。その日にあったんですか。その日には確か行ったんすかね、はい、どんな気持ちになりますか。まあでももうずっとこれ一緒にいるんで、なんかその急なことじゃないんで、はい、でも感動は感動でもちろんありますけどね。これの色も選んで、色選びやね。色選び、色選びですよね。これこれいるよ、これいるよ、これこれもいるよ。おー、メリー。あ、じゃあすいません、ちょっとオプション説明していいですか。まずこれですね。この感じで欲しいんで、色を指定すればいいですかね。そうなんです。ちょっと年齢が大体辛いものとかもあるので、ちょっと第三希望くらいまでもらえる感じで。あ、はい、付箋ってあります？付箋か、なんか、はい。なるほど、第三希望。ペンと付箋いただければ、すいません。第一、第二、第三で付箋貼って。これは、これ色はこれ、どうしましょう、これ。どうしましょう。黒かどうなんやろ。黒かっこいいですけどね。黒にしましょうか。かっこいいけどね。黒のね、うん、黒にします。かっこいいよね。はい、すいません。ありがとうございます。これ貼っていきましょう、はい、え、すごいなこれ。しっかりのり付けすごいわ。これのり付けすごすぎて剥がれたもんだって。すごいな。6本で、いや、これまだ剥がれた。確かにこっちいるんだ。これまずこれ、はい、これね、慎重に選ばないな、こういうのね。あ、もう一個決まったんすか。はい。あ、それね、可愛らしい、うん、銀座のチェック。はい、はい、可愛らしいですね。大変でしょ、そのタレントさんが言うて顔出してやってるから、ね、どうなんですか、今そう、ま、街歩いてて。本人は発表しないですけど、バレるっすよね、そこ出たら。なんか、旦那さんが DM 来るって言ってました。あの産婦人科で見ました、はい、とか赤ちゃん本編で見ました、おめでとうございますって。向こうがすごい。ああ、そうか。え、旦那さんのこと発表してるんでしたっけ。旦那さんも生まれたら発表してる。あ、まだ、あ、そうやね。この動画が出てる頃にはそういうことか。うわ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 、タレント同士大変やな。いいのもあるけどな、うん、ないいのもあるんな。いろいろとなんか融通聞かせてくれるから。あ、確かにそれはあるよな。あとあれよね、あれもいるよね、上につけるこのおもちゃの、これがいいんだろう。どうしますか、そういうことかな、はい、でいいんかな。すみません、お会計お願いします。すみません。すごい、写真撮ろう。写真撮ろう。あ、確かにこれ色も選ばなかった。これはここに多分あるんだよな。色どうします、どれが。もうこれ可愛いけどな。うん、この色でいい。この皮の色はこれなんですね。在庫がでもあんまりないみたいです。あ、そうなの。もうすぐの方がいいからな、その色まで。在庫優先ですね。え、どれ、これ、これ一択。あ、しゃあないな。
どのぐらい待つんですか、ちなみに待ったら。認定ですね。あ、そうなんだ。いけるこれ。ベージュみたいな。ベーまあ、そうですね。いいんですか。これは特にないもんね。全然一緒もんね。ベージュみたいな色ですか。あ、そうです、そうです。こういう色ですね、だから。そうです、近いです。どんな色やろ、これで言う。結構落ち着いた感じの。これじゃない。あ、それなんや。あ、可愛らしい。全然ありなんだ。なるほどね。かっこいいな、かっこいいな、かっこいいな。すごい。すごいな、これ。が A 型なんですかね。新生児から作る。あ、こんな感じね。これ畳んで、これ。あ、なるほどね。畳むときどうやるんですか、これ。ちなみにですけど、すいません。おー。確かに一人の時な、何回大変なの。これやってくれるタクシーの人もおるけど、どこの人もおるからな。あー確かに、ママがいるしかないよ。これ畳み方ママしかわからんから。はい、確かに。わかんないですよね。わかんないですよね。タクシーの運転手なんかって僕ジジイでしょ。あいつらジジイって言うなよ。お前まだわかんないの。刺されますよ、タクシーよく乗るのに。子供にだけ優しい。本当に子供に優しい。全振り。まあまあまだいろいろオプションはそれぞれ時々で必要なものあるわ。細かいオプションいっぱいあるわ。すごい。こんなん絶対や。これとかね、このバッグの代わりみたいなことじゃないですか、要は。あ、はい、あ、これ扇風機あったほうがいいよ。扇風機絶対いるよ。これ絶対いるっすよ、扇風機。いや、ちょっと待って、赤ちゃんめっちゃ汗かく。そうなんですよ、こんなんめっちゃいい。見てこれ、こういうの。ブッブーって、こういうのあったらめっちゃいいやん。はぁ、これもなんだ。あ、違うのやつか。違うのやつ、違うのチャイルドシート違うのに感じですか。まあ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 、いっぱいあるわ。ほんまにいいお酒の匂いがすごい。しゃーないやん、しゃーないやん。ほんまに俺聞こえる、今すぐ寝たいもん俺。いや今日夜まで床とか寝れるってこと。いや、あかんすよ、もう今日この後も撮影なんすから。え、この後飲みの撮影なんですよ。この撮影なんですから。マジ言って、この後飲みの撮影とヒカキンの文句言うやつだろ。はい、そうです。で、あとあの練習があるんで、DJ のここあったかもしれない。あ、DJ の練習。DJ とか射撃とかできてるんですか？いや、射撃はもう1年ぶりに行ったこの間。それすごいのが、めっちゃいい点数出ました。1年ぶりで。俺もうビビ、俺ほんまにビビったもん。怖かったもん、自分が。ずっと。ちゃんと出たよな。ずっと。さすが俺やわーって言ってました。いや、これもやってる人しかわかんないです、これ。やってる人しかわかんないです、これ。ビビったマジで、公式の速さで、うん、まあまあまあ、あ、DJ やってますよ、はい、すごいね。じゃあこれ決済しよう、時間もあれやしな。はい、いやー、神崎さん久しぶりにお会いできて、本当にありがとうございます。いや、こちらこそですよ、いろいろ事務員さんでもう、かれこれ、え、ほんとこの2年ぐらいやってくれてたんじゃないの。そうですね、やってましたかね。そうですね、一応形上はね、卒業しますので。はい、まあもちろん当然、このお仕事的にね、あれですからね。いやちょっと悲しいな、そういえば、うん、そうやな、卒業やもんな、ある意味な。はい、プレゼントですよ、プレゼントですよ。退職祝い的なことやもんな。うわ、すごっ、いい会社やな。ほんまにいい会社。そうだ、ほんまにいい会社かも。すいません、じゃあこれ決済だけお願いします。いやだからその会社でさ、はい、お前らがさ、はい、これ仕事の効率よくなるんでこれ導入してくださいとかいろいろあるやん、はい、一切そんな聞き入れへんけど、はい、うん、子供に全振りしてるから。分かってくれた。それはまあ、子供がなんか良くなるやつはすぐ導入するけど、はい、お前らの社員のやつ一切導入せん。まあまあまあ、でも子供って言われたらね、まあ仕方ないかなと思います、ね。雨降ってるんです、傘がなくなりました。なんかマネージャーの傘捨ててましたよね。ちゃうとか言って全部。じゃああれ、お前らが悪いね。お前らが悪いね。あんなアホみたいに傘さ。駅の忘れ物コーナーか。でもそれぐらいやったリアルに。30分ぐらいありましたね。あったほんまやった。それを怒って捨てるよ、社長も。うん、確かに。アホか。で、経過を良くしてほしいじゃん。大事なんよ、はい。京都とか文化財と思ってくれほしいの、会社のこと。じゃあほんまにほんまに。気をつけます。ほんまに。気をつけてほしいんだから、そういうの。でも次、いつからお酒飲めるんですか、神崎さん。いつ生まれたら飲めるんですよね。おっぱいあげるって。あ、
そうか、そうか。だから1年は飲まれへんのかな。そうですよね。あのおっぱいであげる人とその、なんやな、ミルクの人と分かれますよね。ね。あれなんで分かれるんやろね。あれなんでなんでしょう。分かれるよね。うん。そんなでも。あれって、あの、やらしい話、その、ヨーグルトの、はいはい、開けた時の上の水あるでしょ、開けた時の、はいはい、あの、ホエ、うんうん、あれコットンに染み込まして、貼ってたら色戻るんですって。あ、結構ガチです、ガチです、ガチガチ、ホエで。みたいですね。そうそう、ピンクに戻るんですよ。それ、あったほうがいいです。はい。じゃないと、なんか、不倫とかする時に、人妻とかバレちゃうから。色戻しないでしょ。いつからするんでしょ。しないでしょ、ラファさんじゃないんだから。嫌なチャンネル。ほんまに。嫌なチャンネルに出たな、神崎さん。全部赤ちゃんに聞こえてるからね。ごめんね。俺としたことが子供に優しくせなあかんのに。子供に聞こえてるから。最悪っすよ、ほんまに。子供に聞こえてる。はい、楽しい。いや。いや、もうこれ動画確認送るんですから。動画確認送る。送らなあかんのやからもう。ねでも。もう次撮影結構降りんのじゃん。絶対降りないっすね。これは降りないっす。しゃあないやろ。また新しいところだから。いや俺にもいろいろ付き合いあんのよ。いやそれは別に遊んでると思うね俺が。いや重々承知ですよそんな、うん、遊んでるわけじゃないぞ。はい、ただ画面の向こうの方たちは多分遊んでるって思ってますよ。そうか、はい、ね、俺昨日なんかお前ガチな話で、はい、最後解散するギリギリまで俺のこと店員や思ってたから店のマジでこれガチで俺のこと店員や思ってたから動きすぎてやけに俺にグラスとか渡してくるなと思って、はい、立ち位置的になんかその奥まったカウンターの、はい、で俺が立ちなんですずっとこの奥まったところのここ壁沿いに椅子があるんですけどこっちが立ったの立ちになっちゃうで2、3人立ってたんですよ。これでも手持っていいやもんってます大変やだこっちも、うん、ヘコヘコしながら確かに、うん、あーかわいい見てこれかわいいねめちゃくちゃ可愛いね。大丈夫だよ。別格に可愛いっすね。別格に可愛いな。可愛いらしい。あれで1歳になってるの何ヶ月。可愛いな。ありがとうございます。いや。よかったです、本当に。え、すごい、ほんまに買ってもらえるんや。いや、当たり前じゃない。なんか噂で聞いたのは、はいはい、ヒカルさんも買うけど、ラファさんは買うみたいな噂。有名ですよ。あ、そうか。そんな買うシリーズなんかないよな、今まで。まあ、ほんまに買ってくれる。いや、当たり前からですよ。これは卒業ですからね、ある意味ね。確かに。嬉しい。だってもうプライベート以外で今後関わることないもんね、仕事やから今毎日 LINE で、ね、やり取りしてるじゃないですか、はい、フォークン LINE とか。この1年多分ないもんね、飲みも行かれへんからね。確かに、そうですね。そうですよね。次だ子供生まれて1年後ですよ次多分、何か動画撮るようなことがあれば確かにそうですよいや神崎さんもいろいろありましたからねね知り合って6年ぐらい経ちます。そんなに経ちます？それぐらい経ちますよ。私マスカッツでした。え今おいくつなんですかちなみに。今31です。え25ぐらい違ってます。はい、焼肉屋さんで。あそう一番最初水着でそうです私もう何回脱いだことかさんのチャンネルで言い方悪いっすよそうやわ大昔ね。あ懐かしいっすね。結構懐かしい。そっから動画いろいろ撮らせていただいて、いろいろ思い出ありましたね。はい、彼氏見つける企画とかもあ確かにそうですよやってたわ。はい、ラオさんが心配してくれて私の言ってた。おもろでもほんま出会いってないですよね、うん、なくないっすか。うん、ないです。まだ発表してへんから、まあ、この動画の時には発表されてるのかなあれやけど、はい、言うたら仕事関係での出会いですもんね多分ちゃんと的に言うと。そうですね。普通に出会いってほんとないっすよね、うん、ないです。みんなどこでどう出会ってんのかな思えへん、うん、まあ職場でしょ。職場以外ほんとなくない、うん、ないっすよね。うん、自分で職場で禁止やしな、うちは。うちはね。ボコボコするで。職場で禁止やったんや。禁止やで。あ、そうなんや。え、なんかあった誰かと。ないよね。隠さないよ。ないけど、好きにしてやみたいな。いや、なんか。お前らに興味ないからみたいな。いや、お前らに興味ない。それは好きじゃんけど。職場でダメです。その、空気が乱れるんで。職場でやっぱダメな理由ってね、やっぱね、その、人事権があるでしょ。役員とかって。そういう時に、自分の彼女ってなった時に、正当な評価できないんですよ。人事件とかあるだからダメなんですよ。でもラマさん女性社員全員食べてるんだと思ってお前正確にしてよほんまに正確にしてや一回もないなそんな違うんや一回もないでしょ。あ違
違うんですか。違う。やめてくださいよ。なんもないでしょうよ。そう。有名ですよね。それはやろ。それもいいや。いいや。いい。いい。それもやろ。やめてくれよ。一切ないやろ、そんな。気まずい。可愛いね、もう。いや本当に、いやいや、まあ、ということでね、はい、神崎さんの方でも多分おそらく今日動画配信する頃には何かしら SNS で発表されてると思うんで、その後に配信されてるはずなんで、確かに、はい、あのお祝いのメッセージね埋もれることで、あとここ撮影記録させてくださったんですけど、これ六本木ヒルズの中にあります、はい、ね、はい、ここね、あの結構何でも揃ってるんで、ここいいんですよ、横にジェゴがあったりとかね、この年齢に合わせたそのおもちゃのここ、はい、あったりするんで、ここで全部揃います、フグとか大体もうここ来たらもう解説します。上行ったら僕ら の, そのブランド品とかもあるし、はいはいはい、映画もあるし、はい、やっぱ六本木ヒルズいいよね、うん、すごい、そんな感じで、いや、お幸せに、本当にありがとうございます、はい、まず名前決まったら教えてください、はい、まあ、多分この動画の頃に決まってるんでしょうね、あ、でも言わんか、名前は、あ、どうなんでしょうね、思って言わんか、え、どうなんでしょうね、まあ、またそれ教えてくれれば、はい、どうなの、はい、頑張ります、いただきます、痛いやつ、いただきますね大阪のヤンキーやから大体ネームでしょ、多分選ぶのって大阪のヤンキーやから、いや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 、まだお願いします、本当にありがとうございました、本当にお疲れ様でした、本当にお疲れ様でした、ありがとうございました。Victims, take it up, all the fake news, get us friction between the right and wrong. We don't even know the answer. Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we all just in a fake box? Are we living